はい、これは全国同じ傾向で、分析が出ていることでございますので、しっかりまたですね、普段の生活の中でもご配慮を願うようによろしくお願いしたいと思います。それから次にですね、まず教員の免許でございますが、中学校、高校は教科ごとの免許になり、免許は大学や短大で取得し、公立学校の教員は都道府県の行う教員採用試験に合格しなければならないということでありますが、2014年度の試験では全国17万7820人が受験し、合格採用したのが3万1259人でございました。長野県のですね、受験者数あるいは合格者の採用状況はどのようになっているのかお伺いをいたします。子ども教育部長。はい、27年度の長野県の、教員採用の状況について説明させていただきます。まず受験者数ですが、小学校が829人、中学が796人、高校等を含めました受験者総数ですが2552人でございます。これに対しまして合格者数ですが、小学校で170人、中学校で125人、高校等を含めた合格者総数は466人ということで、倍率は 5.5 倍という結果でございました。13番議員。合格率から見ると大体ほぼ全国平均かな、 5.数倍というような数字で、まあ、同じ傾向かなというところでございますけれども、まずこの試験の水準でございますけれども、これを均等化するためにはですね、都道府県別教育委員会の採用試験合格者に発行している教員免許をですね、国家免許化として全国共通の試験により教員の質を高める必要があると考えますが、これについてのご所見をお尋ねいたします。子ども教育部長。はい、議員、ご承知のようにですね、現在教育免許の交付と、教員の採用につきましては、都道府県、教育委員会等が行っておりまして、それぞれの地域性、その他の実用に合わせた方法を取っているというふうに考えております。したがいまして、学力の向上には教育の指導力向上が不可欠でありまして、県の教育委員会と連携して教員の資質向上に努めていくということになりますので、ご提案のですね、全国共通のというのは若干まあ難しいかというふうに考えております。13番議員。しっかりとですね、英語がまたこれからクローズアップされてくるということでございますので、教員の質を高めるようなことをまた県教委等でもまた市からもですね、声を反映させていただきたいと思います。それから次にですね、ベテラン教員のいわゆる大量の退職がなりまして、若手の教員が増えているということでございますが、変化のこの厳しい時代への対応を子どもの発達にですね、身につけさせるために、課題の解決方法を主体的に考えさせる指導が求められているわけでございますが、教員が一方的に説明する従来型の授業から児童生徒に発表や討論の機会を与え、新しい事業に展開をしていく時期と考えておりますが、教育長、これについてご所見をお伺いいたします。教育長。文部科学省でも、アクティブラーニングという、学び方をこれから先の一番重要な、学び方として考えているわけでありますけれども、本市におきましても、これまで先生方にお願いしてきていることは、児童生徒が主役となる授業をしていきましょう、そして子どもたちが自ら課題をつかんで自ら考えて、そして自ら判断をして、それから自立した人間同士が関わり合って、そして新たなこう価値を見出していくような学習をしていきたいと、そうしたことで、教育センターの、指導教育相談員も学校の研究事業を回って、そのたびに授業を評価をして校長会で伝えているというようなことを進めております。このことについてはこれから先の大きな課題でありますので、本腰を入れて
特に中学校での、生徒主体の授業というのはまだ課題があると思われますので、中学を中心にしながらそうした、授業を進めてまいりたいと思います。13番議員、はい、それがまた英語のことに戻るわけでございますけれども、平成31年から全国学力テストに英語も追加をしていきたいというような意向も出てきているようでございますし、政府の教育振興基本計画ではですね、2017年度までに先ほど申し上げましたように中学卒業段階で英検の3級程度、そして高校卒業時には英検の準2級程度の割合を 50% にするという、高い目標も掲げられているわけでございますし、それからこの中学生の英語のこの新しいテストの導入にはですね、読む、聞く、書く、話すの4技能の到達度について、試験をしたいと、こういうようなことも出てきているわけでございますが、これについてですね、先ほどの答弁ではいろんな ALT を中心とし、あるいは教員が協力していくということでございましたけれども、やはりですね、これから先進地ということで福井県とか富山県というのは先ほども申し上げましたが、先生のある意味で英語の検定やなんかレベルも高い、そういう先進地の事業の取り組みということをですね、ALT とか JTE とか教員の3社がですね、一体になって先進地の学習の取り組み状況というようなものを視察をして、いち早く招致にも取り組むべきだというふうに私は考えておるわけでございますが、これについてのご所見をお考えをいたします。子ども教育部長。はい、確かに議員ご指摘のようにですね、先進地について学ぶべきものは多いと思います。特に教員の研修につきましては、初任者研修とか、5年目の研修、10年目の研修、また現在ではですね、10年ごとに教員免許の更新制度というのもございますので、いろんな面でですね、研鑽は積んでいかなきゃいけないと、そういうものについて県教育委員会とですね、連携して、教員の資質向上について、努めてまいりたいというふうに考えております。13番議員、はい、それでは次にですね、特色ある教育活動事業についてということで、一定の期間も見ないと即成果ということはなかなか難しいということでございました。で、私もこれが提言でございますけれども、平成28年度以降はですね、この使い方をちょっと違った方にしてはどうかということでございます。まず財務省がですね、発表した財政再建案では、2024年までに公立小中学校の教職員数を約4万2000人削減する試算が示され、少子化で学級が減り、外部人材を活用すれば教育水準は維持できるということの考えのようでございます。従いまして、外部人材登用の講師謝礼として定着させてはどうかというふうに思うところでございますが、これについてもご所見をお伺いしたいと思います。子ども教育部長。はい、まず特色ある教育活動事業の中で、例えば総合的な学習の時間におけます地域の指導者によります学習支援とか、あと水泳の授業におけます指導者等の活用というものが行われておりました。で、この2年間の事業を研修する中で、ご提案いただきました、外部人材の活用ということもございますので、28年度以降新たな制度設計をしたいというふうに考えておりますので、お願いいたします。13番議員。これからの英語の必要性は観光面から始まりまして、国際交流まで幅広くですね、英語を身につけることが大事ではないかというふうに思っているところでございます。私も今から25年前にロシアの方へ3週間視察に行ってまいりましたが、ロシアではもう小学校のやはり3年から英語に取り組んでおります。スペインの方はすぐは
やりませんけれども耳から聞いてですね、やるということで慣れないロシア語を勉強しなくてもですね英語がもうすでに共通語で今の若い皆さんはもう英語で、いくらでも国際交流ができるという時代になりましたので、ぜひですね、教育のところから、まあ、口はばったいことを申し上げましたけれども早くから先進的な取り組みをしているところを見ながらですね、生じの教育力のアップのためにぜひ、取り組んでほしいということを要望を申し上げまして私の一切の質問を終わります。以上をもちまして永井康人議員の一般質問を終結いたします。